最近はですね、いろんなイベントにね、顔出させてもらって、その中でね、まあ、お話しするうちにいろんな質問を受けるんやけど、意外と多いのがですね、まあ、ここにね A の25、まあ、自分がこういうふうにね、コンパクトに育てるっていうのがこう自分のね、こう好きな形だし、まあ、置き場問題とかね、そういったこともあるんやけど、何年も育ててるのに、なんでこういう形のままね、大きくせずに、こんな感じで維持できるんですかという質問が結構多いです。ですので、まあ、自分がね、こう思ってることとか、こう感じてることをね、今日はちょっとね、お話しできればいいなというふうに考えてます。2年ぐらい前、もうちょっとなのかな、昔のちょっとね、画像とかを見ながらね、こんな感じだよということで、今日はね、話をしていきたいというふうに考えています。室内の方にね、移動しました。コンパクトのまんまね、ムチプリに、まあ、育てる方法中のことでね、まあ、コツになるのかちょっとねわからないんですけど、ちょっとね、話していきたいと思います。でその前にね、あれですね、こちらちょっと置いてますけどね、昔のちょっと画像が見つかったんでちょっと比較してみようと思うんですけどね、こちらのパクさん内なんやけど、3年10ヶ月前にね、撮った写真があって、で3年10ヶ月前と今がこの鉢の大きさが変わってないんですよね、ですので、約4年前の、状態がどうだったかっていうのをここに出そうと思ってます。ここにね、で、これ見ていただいて、これが約、4年間経っても、まあ、このまんまで維持してる、そういう感じになります。で、まあ、三つあるんやけどね。こちらの方が、なんだ、セゴビア。こっちにね、約4年前のやつ出そうと思いますけどね。これがこういう感じになって、鉢サイズはこう変わってない。で、かなりね、色づきが変わったと思います。ね、こうピンク色というか、オレンジ色というかね、こういう感じの成長をしてます。このコブがね、ちょっとある。こう、セゴビアの特徴やな。これぐらいしか今はね、ちょっと見当たらんかな。こっちにもちょこっとあるか。ちょっとありますけどね。こういう感じのやつ。んで、これが、ピアゾラか。こっちはね、小株がこういうふうにこう出てきてるんで、ちょっとこう比較ということでいくと、ちょっとしづらいかなと思いますけどね。これがこういうふうにこう変わったということですね。それと、こちらな、イズビ。こちらの方がまあちょっと色づきましたかね。だいぶね、ちょっとこうこれ汚いんやけどね、これがこういう風に変わった、ということで、4年経ってもサイズ感をこう変えずにというかね、変わらずにこういう風な、育て方ができるっていう、こう一つの例ですね。でもう一個こうあるんやけど、こちらがね、あれですね、ブラックサバス、こうリエルさんの中でもこう人気のやつやね。こちらが、またこう画像ありますけど、これがね、だいたい1年半前なんですね。その頃にはかなり歯がこう細長くてね、歯の数も少なかったんやけど、1年半経つとこんな感じですね。歯が随分こう丸くなって、肉厚感、ね、肉厚になった、そういう感じですね。こういう風に、まあ、年数というかね、ちょっと時間が経っても、こういう感じで、自分の場合ですね、維持をして、こう育ててる。まあ、そういう感じなんやけど、まあ、ポイントっていうか、まずあれですかね、まあ、コンパクトに育てるとか、うんぬん抜きに、やっぱり日にはね、よく当てるっていうことは大事かなと思いますね。ハウスとかならともかく、大概の人が、家で育ててると思うんやけど、で、一面ね、4面あるうちの1面は、こう、家の壁とかで、こう、光を遮ってると思うんですよね。ですので、自分はあんまり、こう、遮光しないんですよね。大体ね、うちの場合が、2時か3時ぐらいからはもうあんまり日が当たらなくなるんですね。ですので、午前中から昼にかけては、なるべく日を当ててやる。まあ、それはね、多肉育成、全般に言えるんでしょうけどね。日にとにかくよく当てるというのは、まあ、どうするんせよ、まあ大前提かなというふうに思います。で、土の方はね、今度あれですね、自分の場合基本的には、
赤玉とね、ボラ土ということで行くんやけど、まあ赤玉土がね、まあ適度な水持ち。あんまり乾きすぎるとですね、だいたいね、多肉がね、水をたっぷりあげたら、2日ぐらいでこう吸い取る感じがするんですね。うん。半日で吸い取ったりはしないんですよね。だから適度な水持ちが欲しいから、赤玉を入れて、で、ボラ土を使うのはボラ土が硬いんですね。だから赤玉みたいにこう粒が潰れない。ということはこう暖流化をね、維持することができる。そうなると、通気性をね、保つことができるんで、通気性がいいとやっぱこう根腐れのね、防止とかそういったにもつながるんで、自分は、そういう意味で、ボラ土を使って通気性をこう重視する。で、赤玉で適度な水持ちを維持というか、そうして結局多肉にしっかりこう水を吸わせる。そういう感じですね。で、あと肥料は、こういう感じのやつにも、スーパーロンゴ2、3粒入れるんやけどね、土の量が少ないからね、あんまりね、今までの実験したけど、大きい差を感じないですね。で、自分がよくやるのは、こういうこう、力出すとか、活力剤とかね、液肥の肥料とかを、たまにこう、あれですね、成長期の前とかね、すごく気温がこう高くなる前、直前とかにはしませんけどね、こうなんかこう一つ一つこうポイントの前とかにやったりはしますね。まあただあんまりやりすぎるのはどうかなと思うんですよね。なんかね、人間と似てるんかなと、今の日本だとね、肉とか毎日食べることはできるんやけど、だから、背はものすごくこう伸びてるけどね、なんかひょろひょろっとしてる。多肉もそうですよね。あんまり肥料を与えすぎると、こう歯がこういうふうに丸くぽってりならなくて、ちょっとこう、細長くこうスマートになりすぎて、人間にはいいけど多肉にはどうかなって感じなんですよね。で、昔の人っていうのは、そうそう、自分の親父たちの世代とかね、そうそう肉とかも食べれてないけど、こう、なんか身が締まってるとかね、背は低いし、けどがっちりしてる。なんかそんな感じのとこあるんで、なんか人間に少し似てるなっていう、そういうイメージが自分の中であるんですけどね。だから、やっぱ肥料の与えすぎはあんまり良くないかなというふうに思います。で、まあどういうふうに、あとその形を維持するかっていうのはやっぱりね、水やり次第かなという気がするんですね。で、水やりはやっぱり厳しめが一番いい。与えすぎない。まあただ、そうですね、まあメリハリかなと、たっぷりあげるときも自分あればですね、少々あげるときもある。そこら辺はちょっと多肉のこう状態を見ながらね、やっていくんですけど、まあただこう、あれなんですね。多肉って、これね、先ほどこう約4年前のやつと比較しましたけど、4年前の歯がこのまま残ってる、そういうことじゃないんですよね。どん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 内側から新しい歯が出てきて成長していって、外歯がこう枯れていくんですね。ここら辺にもこう枯れ歯がありますけど、役割を終えたっていうか、どん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 外側の歯がこういうふうにこう枯れていくんよね。内側から新しい歯が出てきて、こう外側がこういうふうにこう枯れていくんですよね。だからまあ一つこう、ある例を持ってきたんやけど、これもオライさん内のね、ソーフレンシムなんですかな。これがですね、ここ焦げた跡があるけど、この歯がここの中心にあるときに、焦げた歯がだいぶね、こういうふうに焦げたんですよ。だけど自分はそのままほったらかすんですよね。なぜかっていうと、どんどん内側から成長していくから、ご覧のように、ここにあった歯が、こういう形で外にどんどん出ていくんですね。出ていくというか広がっていく。で、最終的にはこれがこう外側に来て、さっきみたいにこう枯れて、この歯っていうのは、焦げた歯っていうのは関係なくなるっていうかね、そういう感じなんですね。ですので、水をあげすぎなくて、多肉っていうのは、その、根からあんまりこう水を吸えなければ、この歯の中にある水分をこう使おうとするんですね。ですので、その水分がなくなるのはこの外側からどんどんこうなくなってくるんで、だからそういう感じで、維持をするということなんですよね。成長はさせる。成長はさせる。こっからどん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 新しい歯が出てくるように成長させるけども、あんまり与えすぎずに、この歯の中の水分をこう使うという感じにこうしていって、この外歯を枯らしていく。そういうことであれば、歯は新しくどんどん更新されるし、この形はこう維持していくんですよね。だから、
まあ、メリハリを持って水やりはしつつも、外側の葉が枯れる程度、そういう感じで、水やりをしてる。だからまあ結果的には厳しめということだと思うんですよね。ですので、まあこういうふうにコンパクトにこううまく、育てるっていうことを考えるのであれば、そうですね。やっぱ日によく当てて、こう健康的にこう育てて、で、なおかつ、水をやりすぎず、肥料をやりすぎず、こういうふうにこう、育てていく。ね、何回も言いますけど、成長してるんですね。4年前がこのまんまなわけじゃない。どんどん新しい葉が出てきて、役割を終えたというか、ちょっと厳しめにすることで、この多肉の、中の水分を使うということで、この外葉を枯らして、だから成長しつつも外を枯らすということが、このまんまコンパクトに、形をね、維持するという育成方法ということになるのかなというふうに、思ってます。はい。今日の自分の話がね、置き場問題とか、いろいろ鉢を大きく、したくないという人がおればね、今日の話が、一つ参考に、なるということであればね、今日はちょっとね、すごい嬉しいなと思いますんで、今日はね、そういった話をさせていただきました。はい、ということで、今日ね、コンパクトなままムチプリン育てる方法というのは、こういった内容になります。この動画をね、いいなと思っていただけましたら、チャンネル登録とかね、高評価していただけるとありがたいんで、よろしくお願いしたいと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。